ホーム、白塚駅は三重県津市白塚町にある近畿日本鉄道名古屋線の駅である。駅番号は E36。本項目ではかつて存在した逆さ川駅についても扱う。4両編成まで対応の島式ホームに目見温泉を持つ退避可能な地上駅。駅舎は下り側南端にある。ホームとは校内踏切で連絡し、 車椅子での移動は容易。校内に、口術の検査施設があり、乗務員区所の白塚列車区が設置されている。トイレは改札内にあり、男女別の推薦式。白子駅管理の友人駅で、自動改札機は、ピタパーイコカ対応の改札機が導入されている。内側2線が、主本線、外側2線が、対比線である。1番線は、 名古屋方面への発車に対応しており、白塚車庫に直接入庫することが可能になっている。なお、2020年3月14日時点で一番線から発車する名古屋方面行き普通列車は、平日ダイヤでは4日市行き、土休日ダイヤでは名古屋行きそれぞれ2本が設定されている。普通列車のみ停車し、日中は上下線ともに、毎時3本の停車本数が確保されている。 白塚車庫が併設されている関係で、当駅発着の普通列車が数本設定されており、島線賢島駅からのワンマン列車は当駅が北限となっている。当駅発着の賢島駅直通列車は、早朝1本の当駅始発と平日夜間1本の当駅終着列車のみであり、平日朝1本のみ、山田線宇治山田駅からの当駅終着列車がある、以外は、すべて、 名古屋方面、または、伊勢中川駅からの列車となっている。なお、急行、準急通過駅のホーム有効調の関係で、普通列車の最大編成量数は当駅を、境界として、名古屋方面は3両、戸場方面は4両までとなっており、津新町駅、伊勢中川駅終着の一部列車は当駅で、車両交換が実施されている。 2018年3月17日ダイヤ変更までは普通列車の折り返し拠点とされており、昼間時は名古屋方面発着の普通列車の約1、3と賢島方面発着の全普通列車が当駅で折り返し運転を実施していた。昼間時の名古屋、賢島双方からの折り返し列車同士については、ダイヤ上でも乗り換え待ち時間のない相互接続が図られていた。 同台や変更までは早朝と、休日夕方に当駅始発津新町行きの普通列車、夕方以降に当駅始発宇治山田、飛ば駅普通列車が数本設定されていた。白塚車庫あたり、駅東側に、病状検索白塚車庫が設置され、名古屋線に所属する、一般車両の仕業検査、折り返し整備、夜間対白が行われている。構内には乗務員詰め所の白塚列車区。 動力者操縦者養成所も兼ねる教習所、白塚体育館も併設されている。白塚車庫には、車両配置はなく、名古屋線系統の富吉車庫及び、山田線系統の明城車区・明星車庫を保管する役割という位置づけである。かつては、白塚車築として管轄下には併設の白塚車庫と、内部線内部駅隣接の内部車庫があったが、2003年5月に、 病状検釈と統合され、内部車庫は、富吉検釈に移管された。その後内部車庫は2015年4月1日の四日市、明日なろ鉄道移行に伴い、施設を所有する四日市市へ移管された。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。 白塚駅の利用状況の変遷を下表に示す。駅舎側、白塚海岸まで700メートルの平坦な低地に住宅が密集しており、大型車の通れない境外道路や路地も多い。駅前には商店があるも数は少ない。水産加工工場など中小工場が多く点在する。白塚団地を除く白塚の各町につながり、それらは当駅の駅税券であるが、 北東方向は豊津上野駅、南西方向は高田本山駅のそれと重複し、南部は便数の多い路線バスとも競合する。元々の白塚の中心集落は現在の津市白塚出張所付近であり、1.2km 程度の距離がある。駅構内にかかる踏切道高田本山第9号踏切を渡った西側。オープンウォール型ショッピングセンター。 セノパークツと白塚団地、小川、小川園の3集落があり、付近を国道23号線が縦断する。その先に伊勢鉄道伊勢線の線路が通るも、駅までは距離がある。北西方向は道線川毛駅の徒歩圏内に入るものの利用は少ない。西へ約1キロメートルのところにある豊野団地は、津駅、津市街発着の路線バスが通じていることや、 当駅前道路の境外さなどもあって、ほぼ駅政権から外れる。ありがとうございます。